はい、開封始めたいと思います。今回はフェイトゼロデラックスフィギュアセイバーです。全2種。誰かと言いますと、カリノマスターアイリスフィールフォンアインツベリンとのセットですね。じゃあもう早速開けていきます。スーツ姿のセイバーさんです。個人的にあのスカートの方が好きです。あ、でもスーツもかっこよかったですね。バイク乗り回しとって。はい、開けたら中は、あ、なんか結構簡素ですね。こんな感じですよ。受け口がないから破るしかない。口口の中にはセイバーの台座と下半身、上半身と剣ですね。よいしょ、ちょっと箱見取ってください。まずは台座です。これはですね、もうちょっと魔法陣チックかと思ったけど、そんなことはないですね。はい、じゃあ下半身です。この足にこういうのがついています。なんかマイケル・ジャクソンの曲で、こういうのがありましたよね。あれもこういう靴だったような気がします。よし、はい、じゃあセーバーです。よいしょ、取れました。よし、あとは剣ですね。毎回持ってたけど、エクスカリバーって叫ばんと、あの、技は出せないんですかね。掛け声みたいなもんかな。あ、今気がついた。手になんかはめてますね。なんだろうこれ。時計じゃないし。こっちもだ。なんだろう。なんかサッカー選手の誰かしてましたね。バランスが悪くなるから。腕時計を2つしてるみたいな、そんな感じ。キリッとしてます。おお、黒服だ。本当 SP ですよね。では1回転していきます。なんか別の服も着てほしかったな、どうせなら。あ、この角度かっこいいかも。はい、では今回はセイバーを開封しました。